はいこんにちは中学受験桜ラチャンネルの滝アナウキです。今日は中学受験算数基礎講座算数速さの25回目旅人山の14回目ですね。さあ旅人山のグラフを使って解いていくというのをねやってみましょう。この中学受験桜ラチャンネルはこの私滝アナウキが受験を経35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。 いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いしますでは早速やってみましょう旅人山とグラフです兄は家と学校の間を往復し弟は家から学校まで行った時の様子を表したグラフがあります横軸は 家を出てからの時間。縦軸は、家から距離を表しています。兄の帰りの速さは、息の帰りの速さの2倍です。さあ、じゃあグラフ見てみましょう。問題解く前にね。さあ、兄は家から学校に往復した。ね。だからこの台形みたいになっているグラフは、これ兄のグラフなんです。 これ行きで学校に行って帰りですよ。でそして弟は家から学校まで行っただからこのグラフが弟だと分かりますね。でこの時にね横軸は家を出てからの時間ですさあ2人が同時に出発して0 1 2 1 8あ,あ3 0というふうになって縦軸が家からの距離を表しているか家から学校まで 2400m あるわけです。 でもう一つは兄の帰りの速さは行きの速さの2倍ということですこれが行きで帰りが早いですねあっという間についていますさあその上で1番兄の行きの速さは分速ほにゃメートルですさあ兄の行きの速さですね12分で、えー、学校つまり2400メートル進んでいることが分かりますから兄の速さは2400メートルを 12分で進む時ですから2 4 0 0割る1 2分だからこれ2 0 0ル前分ですよ。で兄の行きの速さ2 0 0ル前分です。結構速いですね。自転車で行ったのかなこれね。さあじゃあ,あ「ニに当てはまる数字は「ほにゃ」ですとさあ「あ」ですね。さあお兄ちゃんこれ12分後に学校に到着して。 12から18つまり6分は学校にいたんだねで用事を済ませてここからここまで来てますさあこれは問題文に「兄の帰りの速さは行きの速さの2倍です」って言ってますから行きの,の速さは毎分速 200m なんですから2倍にします 200×2 の 400m 毎分分分速 400m で、えー、帰ってったんだとただ 2 4 0 0ルの道のりを風速4 0 0ルでえ走って帰ってきたらこれゼロ2つ削ってゼロ2つ削って2 4る4で6分で帰ってきたわけです。分さあじゃあ6分で帰ってきたってことはここが6分ってことですね。ってことは18分の時に学校を出て4分後ですからこれ「あ」は6たす18の24。 だからこれ24ってことですよ。ね。兄当てはまる数字は24ということになります。さあラストです。3番。兄と弟が出会うのは2人が家を出発してホニふん後で家からホニゃメートルの地点ですと。さあそうすると兄がい学校に行って戻ってきました。で弟はゆっくりなんだね。で出会う。弟が始兄と出会うのはね。 何分後でね家から何メートルのところか、ね、さあじゃあこれはね、えー、どうしようかなまあちょっとね回りくどい方ね旅人山としてやってみますさあこれね弟の速さは2400メートル30分かかってますから弟の速さ出さなきゃダメです メメーートル割る30分は80メートル毎分ですですから8 0毎分でまずここまで行かなきゃだめ。お兄ちゃんこっからこうやってスタートしてますからこの18分のところに弟が一体何メートル進んでるのか出してここ出さなきゃいけない。でこっから出したから旅人山なんだけどねで出会い山なんだけどまず18分歩いてますから。 弟は18分の間に 80×18 分の、えー、8波64、6で1波が1440メートル地点です。ここね。1440メートル地点の時に兄が学校出発して分速400メートルの速さで戻ってきた。で、ここからここまで何メートルかというと引きます。2400メートルから 千四百四十メートルでね、七、え、百、ー、うん、九百か、九百六十メートルですね。だから九百六十メートル、えー、この十八分経過後には離れてるわけです。二人がね。だから九百六十メートル離れているところを兄は四百メートル毎分で、えー、家に向かって。 弟は8 0ル前分の速さで学校に向かっているそうだとすると9 6 0る4 0 0 8 0になりますね。とり9 6 0る4 8 0は0一つ削って0一つ削って 96÷48 ですこれ2分ですね。ってことはここから2分で出会ったと。 で答えとしては2人が家を出発して何分後かですからこの18分に2分を足したものね18分に2分を足したもので20分後20分後で家から何メートル離れてるかっていうとねえー、ここまで1400メートルです2分ですから2分かける8 0メートルの160メートル進んだところで出会うわけだねこれねね。 メートルってことは1 4 4十二160足して 1600m 家から離れた地点で、えー、まあ出会ったとただねこれねちょっとさっとね掃除でやってみますさあこれ掃除ですよこうねこれとこれ掃除です で18と30ですからここからここまで12分ここからここまでは24分つまり掃除比はね相掃除比は上の三角形と下の三角形12対24の1対2なんです。ね、1対2の掃除比だから1対21対2そしてここの縦のラインも1対2ですね。 1> 1で 2400m を1対2に分けますから3が 2400m です。で2を出せばいいから1が8002が 1600m だからまず最初に 1600m が出るわけです。ね。家から 1600m 地点。でそして1600を80で割ればこの20が出ますね。 えー、ぜひ掃除のやり方もねマスターするとねこっちの方が楽だなっていう時ありますからいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。でではは今日はここままにしましょう